今日の動画、もしかしたら日本最速かもしれない。はい、皆さんこんにちは、ももかちゃんねです。はい、ステイホーム、皆さん通販を楽しんでおりますか？というわけで本日はもううちがめっちゃめちゃ楽しみにしていた商品が届きましたので、そちらを紹介したいと思います。それがこちら、あらよー、丁寧。はい、まあね、この時期にこのユニクロの箱ってことは、まあ薄々気づく方もいるんじゃないでしょうか。それです。というわけで皆さんご存知でしょうか、今ですね、なんとユニクロさんでビリー・アイリッシュ、ビリーとあのフラワーの絵で有名な村上隆さんのコラボアイテムが発売されております。それをですね、もうね、頑張ってパパが、まあうちは何も頑張ってないんですけど、あの一昨日の夜中の2時にオンラインで先行発売されたんですけど、まあうちはもうさすがに、まあ頑張って夜中の2時まで起きてたいなって思ってたんですけど、もう無理ってことで寝てしまい、パパに任せました。結構ね、手こずった方も多いんじゃないでしょうか。でちなみにこちらオンラインで先行発売されてるんですけど、ご安心ください、実際のユニクロの店舗の方でも6月以降にね発売されるので、ぜひね今日の動画を見て気になった方はチェックしてみてください。で今回私は結構早めに届いてると思うので、これからオンラインであのお買い物する方はサイズ感わからなくないですか。というわけで今回私がサイズ感を試しつつも紹介したいと思います。それでは行ってみよう。それでは開けます。見てください、これめっちゃ可愛いじゃない。はい、というわけで全部出してみました。やばこれ、まあさすがにね、ももかき全種類買うっていうのは無理なんですけど、ママとうち同じサイズ、まあ一緒に着れるということで、私とママが T シャツ2枚ずつ、あと帽子1個ずつで、うちのパパが1枚ということで、 T シャツ1枚ということでね、いやまあ結局私もちょっと、まあみんなのちょっとね着こなしたいなって、まあ、借りたいなとか思ってるんですけども、それでは1着ずつ紹介していきたいと思います。あの今回のコラボはこのビリー・アイリッシュコラボグッズと、このフラワーでおなじみのビリー・アイリッシュと村上隆さんのコラボグッズの2種類がございます。でこちらね、ノベルティでオリジナルアクリルキーホルダーゲットしました。めっちゃ可愛くないこれ。で後ろがこんな感じで、今回のビリーコラボの UT はオーバーサイズ T シャツとなっております。なのでいつもとサイズ感違うと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ちなみに私今回はママと2人でレディースの M サイズ2枚とメンズの S サイズ2枚を買いましたのでね、ぜひそちらのサイズ感などを参考にしてみてください。ここ絶対女子みんな迷いますよね。うちも結構迷いました。それではまず最初にこちらレディースの M サイズ2枚で、この黒い方はフラワーの柄がついたビリーと村上隆さんコラボのやつですね。でこっちはビリーだけのコラボのやつですね。じゃあこんな感じ、やっぱり M だと結構オーバーサイズ目ですね。でちなみに私普段はユニクロだと S サイズを買うんですけど、参考によく聞かれるんで、身長 152.5cm でございます。で今回結構ねビリーみたいにちょっとダボっと着たかったので、ちょっと大きめのサイズを買いました。そういうの困りますよね、あのオーバーサイズ目だからもともと大きく作られてると思うんですけども、でもやっぱちょっと M サイズいっちゃいました。でも M で良かったかもしれない。でビリーの T シャツ着てるイメージって相当ダボっとしてるじゃないですか。で結構横幅がある感じのデザインですね。ではちなみにこちらのサイズ感はこんな感じ。続きましてこちらもレディースの M サイズです。黒ですね、黒で真ん中に思いっきりでっかくビリーの写真が印刷されてて、周りにフラワーがいますね。超可愛くない？ね。で後ろは無地ですね。ではねこちらを着てみた感じがこんな感じ。Get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all.
めっちゃ可愛い。やっぱりこれもね、袖がダボっとしてデカめですね。まあね、自分的にインして使ったりもできるし、まあ普通にダボっと着ることもできます。はい、続いての2枚はメンズの S サイズでございます。で、真ん中にあのビリーのロゴが入ってて、超かこのねロゴめっちゃ好き。で、後ろになんかここになんかメッセージが書いてあります。めっちゃ可愛いのよこれ。で、これ着てみた感じがこんな感じ。で、これ着てみるとレディースの M サイズよりメンズの方がね、腕が細く作られてますね。もう丈はほとんど一緒でした。あ、じゃあちょっとこれ重ねてみましょう。はい、重ねてみるとこんな感じです。で、この下のがレディースの M サイズで、上のがメンズの S サイズとなってます。で、やっぱりこの腕がこっちのメンズの方がちょっと細い。はい、こんな感じで丈幅は一緒ですね。はい、続きましてこちらです。白にビリーのロゴとこのフラワーみたいな感じの結構可愛いデザインですね。下のところ、左下にもうちょっと入ってます。で、これ裏は無地ですね。これ何にでも合いそうですね。で、これ着た見た感じがこんな感じ。で、私個人的にあのレディースの M サイズとメンズの S サイズを着てみた感想は、まあ、私的にはレディースの M サイズの方が好きですね。なんか形、まあ、腕周りもダボっとしてて、なんか着た感じは可愛かったように感じます。まあ、デザインはね、うち的になんかメンズの方がね好きなデザインがあったりするんですよね。まあ、どっちも可愛いんでいいです。はい、で、一応おまけでパパのやつも紹介しますね。こちらはメンズの L サイズですね。で、これめっちゃ柄が可愛い。こんな感じで、まあ、ザ・ビリーって感じの色になってて、蛍光黄色、蛍光緑みたいな。で、ここに真ん中にフラワーが詰められたビリーのロゴがあって、で、後ろにもなんかビリー・アイリッシュコラボみたいなの書いてありますね。で、これね、メンズの方が腕周り細いのでワンチャンうちも着れるんじゃないかということで、一応ちょっと着てみました。そんな感じがこんな感じ。はい、まあ、こっちの方がちょっとねビリーっぽいですよね。めっちゃダボっとしてて全然私的にありでした。なのでね、もっとデカめに着たい方は参考にしてみてください。はい、そして最後は帽子2点でございます。いや、この帽子たちめちゃめちゃね、すっごい興奮してる。はい、こちらはキャップですね。こんな感じで真ん中にビリーとフラワーのコラボみたいな感じに入ってて、色は結構ベージュな感じの色ですね。こんな感じ、結構ね深いかも、この帽子の深さで。これ調節できるタイプですね。めっちゃ可愛い。まあ、今時の定番のキャップの形って感じですね。まあ、これからの夏大活躍してくれること間違いなし。はい、続きましてラストこちら、バーン、もううちが大好きなハットでございます。やばくない？ここにさ、ただ真っ白なハットで、ここの真ん中にビリーアイリッシュって書いてあります。でもこれはもうめちゃめちゃビリーがね被ってそうなイメージ。あ、いいじゃんいいじゃん。うち今テレビを鏡代わりにしてますからね。こんな感じ、あ、超いい感じ、めっちゃ嬉しい。これこんな感じ、ロゴは1個ロゴが入ってますね。めっちゃ可愛い。これもう1個黒もありました。で、こっちもね、もう1個黒だって、まあ、何種類かありました、色が。はい、というわけで今回はユニクロさんから発売されたビリー・アイリッシュコラボの商品を紹介してみました。でも超嬉しいですね、もうテンションめっちゃ上がりました。まあね、今回紹介した商品以外にも、もう本当にね、いろんな種類のアイテムがたくさんね、発売されていたので、ぜひチェックしてみてください。本当に嬉しい。もうね、早くお出かけできるようになりたいですね。
この服で出かける日がすぐ来てほしいです。ぜひね、サイズ感とかお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。出かけれないからこれで TikTok 撮りまくる。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンもクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひぜひそちらもフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それでは皆さん、バイバイ。